なんだろうね。なんだろう、気になるね。怖い。待って、お兄ちゃん。どうしたんですか？君ら、もう家に帰った方がいいよ。なんかね、人が死んでるみたいなんだ。え？警察は、救急車も。みんなはぐれちゃったね。それにしてもびっくりしたね。本当だったみたい。僕見たんだ。膝の下から潜り込むようにして。人が倒れてて、地面が赤黒く染まってた。あれ、きっと血だったと思う。
すごい。前にテレビで見たホラーの映画みたいだった。ほらあれ、13日のなんとかってやつ。どっか消えちゃってるみたいだね。捕まえたっていう声は聞こえてこなかったよ。けどやっぱりお姉ちゃんいなくてよかったのかな。心臓が弱いんだ。だからあんまりショックは良くないと思うから。お兄ちゃん、私のこと昨日着替えさせたでしょう。しないわよそんなこと。そのままにしていてくれてよかったのに。もうちゃんとシャワーも浴びて着替え終わってます。
もう、いいけど。食欲が湧かなくて、そこまでじゃないから。お兄ちゃんは大丈夫なの？みんなのアイドルですから。キツネ、3秒ルール。
ぼっくりさん。堂々と寝ないだけでも偉いよね、私って。朝にお風呂入るなんてあんまりしないんだけど、今朝はした。うん、脳がもろもろになってる感じ。もろもろって崩れるの知ってる？鍋に水を張ります。豆腐を入れます。トンテンカンと鍋をトンカチで叩くと豆腐がもろもろ崩れるんだよ。起立。ご飯でも食べる？うん、バイバイ。あれ、京介？お兄ちゃん、どうかした？今頃気持ち悪くなってきたの？うん、1時間休ませてもらったら普通になったから。今日はやっぱりトモくんのお墓参り行くの？じゃあお昼ご飯は。わかった。商店街の近くだけど。図書館なんかに行くの？珍しいわね。けど戻ってから？土曜日は確か早くに終わっちゃうはずだけど。やってることはやってると思うけど、休館日は月曜のはずだし。